心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？うん、組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
風間さん生きてたんだね。よかった。出かけるの？私も行く。出かけるの？キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか？サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。早く帰ってきてね、おじさん。気をつけてね、キリュウちゃん。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか？ちゃんと見とけ。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか？じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ、てめえ。はい、はい、ええ、そうです。わかりました。通していいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が割れたのか？サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。いらっしゃい。ボスは地下の、どうぞ。
ねえ、ん？はあ？桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたが才の花や。何の情報が欲しい？登場界の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おいおい、10年前堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃだが、ただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは賽の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは？3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか？準備ができたら声をかけてくれ。じゃあな。準備できたか？おっと、武器か防具を装備してやるな。そいつは禁止だ。外してくれ。待つ。だな。準備できたか？せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国王、桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ
時間無制限、ルールなし。ですね、キリュウさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。
俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、東城会の100億とユミとミズキって女の話だったな。東城会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東城会は群雄割拠だ。三代目は死に、跡目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東城会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘ハルカか。なんだって？東城会は瑞希の娘を探している。ハルカ今俺と一緒にいるんだ。ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かハルカだった。それがユミかミズキってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ？ヤツの行動をたどってみるか。ヤツの映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。おい伊達さん、すまねえ。はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。腕にしろ、引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。
あんたの話聞く義理やねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろ。久しぶりやの、キリュウちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キリュウちゃんならわかるやろなあ。おりふハハ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 
そこのドア入ったとこにおる。言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。楽しもうやないか。勝負はついた。はるかを返せ。アホ、死ねや、キリュウ。おやじ、なんで。キリュウちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だ、キリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは、なんでお母さんに会えないの。ごめんね。嫌だよ、
お母さんに会いたい。ユミお姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ一体？さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。